堂本剛、嵐、スノーマン現場で逮捕者が。ジャニーズ事務所、悪質な事例が複数発生、とファンに注意喚起。ジャニーズ事務所は9月26日、公式サイトジョニーズネットにて、コンサート会場等への不法侵入等について、と題した文章を公開した。同24日、奈良県で近畿キッズ、堂本剛のソロプロジェクト。エンドリケリーのコンサートが行われた際、無職の女性がチケットを購入せずに会場へ侵入した事件を受け、ジャニーズ側は改めてファンらに注意喚起した格好だ。堂本は今月6日よりコンサートツアー、エンドリケリー、ライブ2023&REMIE をスタートさせ、23から24日は奈良100年会館大ホールで公演を実施。24日午後6時55分ごろ、愛知、岡崎市に住む無職の女性、60、が正規のチケットを持たずに同所へ侵入したとして、奈良署が建造物侵入の疑いで現行犯逮捕した。奈良新聞社のニュースサイト、奈良新聞デジタルの記事、26日付によると、事件当日は運営スタッフが、舞台脇で椅子に座りコンサートを見ていた容疑者を発見。確保の上で通報したという。また、会場内へはスタッフの出入り口から侵入した、原文ママ、以下同、とのことで、出演者への接触やコンサートの中断などはなかった、とも伝えている。容疑者は堂本のファンだといい、どうしてもコンサートに参加したかった、と話していたそうだ。